笑顔、そしてね、素敵な歌声。今週のお客様は清美さんです。はい、こんにちは、よろしくお願いします。あの清美さんといえば、実は7月に、ベストアルバムをリリースしたばかりなんですよね。そうです、5年間のですね、作品を1枚にまとめまして、今歌った心の風も収録して、あとですね、今流れているこの曲が、新曲としてお菓子の歌で、お菓子の元気という曲が収録しています。さあ、そしてこの夏はあのイベントも盛りだくさんということで、今日の4時からですね、奥州市江差区の夏祭り奥州ワンラブフェスタに、ライブをやらせていただきます。そしてですね、午後6時50分からは同じく江差市でですね、広野福祉パーク祭りで夢明かりコンサートに出ます。そして明日は、午後1時からですね、フェザーの出会いの広場で、新生堂インストアライブをやらせていただきます。なるほど、こちらはサイン会も開催されるということですから、リリースされたばかりのアルバムにサインをしてもらうことも OK ですか。ぜひですね、あのもうその後もイベント盛りだくさんということで、今年の夏は猛暑ですけど、清美さん、夏までしてられないですね。なれないです ね、頑張ってください。汗かき頑張ってます。さあ、それでは最後に一言 PR をお願いします。はい、ベスト、アルバム、私のにとってはですね、ありがとうという気持ちを込めた集大成のようなアルバムです。1枚でですね、たっぷり楽しんでいただけるアルバムになってます。よろしくお願いします。はい、ということでぜひですね、アルバムの方も、そしてライブの方もぜひ皆さんよろしくお願いします。さあ、今週のお客様、清美さんでした。さあ、コマーシャルの後は氷川きよし番組先行予約です。